はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、かなりお問い合わせをたくさんいただいてましたコントロールカラーについて取り上げてみたいと思います。はい、で今回はプチプラで集めてみました。 1,2,3,4,5 5メーカーあります。まずエクセル3色はい、そしておなじみケイト、これホワイトもあるんですけれども、今回はどのメーカーさんもホワイトは省きました。色が入ってるものだけにしました。とエチュードハウスのプライマーと、個人的にすごく気になってたこの D プログラムですね。はい、こっち、この3色とコフレドール、おなじみコフレドール、はい、これの、ちょっと全部顔に塗ることは難しいので腕で装置していきたいと思います。で、私の考えは、個人的な考えなんですけれども、コントロールカラーはもう部分的に使うものだと思ってます、私の中では。で、血色を良くするために使うのはピンクとかオレンジを使っていきます。で、コントロールカラーなのでトーンアップを目的にしているものは使わないです、私は。お仕事でも自分でも色のトラブルを色味で補正するっていうことなので、ある程度色味が出ないとカバーできないんですね。ただ原色に近い色とかだと、もう絵の具みたいになってしまいますので、メイクアップにならないので、ある程度色が出てなおかつ透明感があるものがいいかなと思ってます。はい、なので今回ね、いろいろ試してみたんですけれども、メーカーさんによったらだいたい同じような発色、色味、明るさっていうのもありましたし、相対的に見て一番いいのは、色味として使えるのはこのコフレドールだと思います。はい、ちゃんと色が出ますし透明感が出ますので、これがいいと思います。結論から言うと、それ以外はちょっと装置してるので、はい、見てみてください。で、個人的にこれは良いと思ったのはエクセルのこの子です。この子、この子がツヤが出ますし、その色も出るんですね、ちゃんと。そして白浮きしないっていうのが一番良かったなと思いました。今日はスウォッチレビュー中心で紹介していきたいと思います。はい、それではどうぞ。パラエクセル、ディープロ、コフレドール、ケイト、エチュードハウス、こんな感じです。次がピンク系ですね。はい、こちらからエクセル、Dプログラム、コフレドール、ケイト、エチュードハウスです。はい、こちらもこれを伸ばしていきます。はい、で、これがオレンジ系ですね。オレンジゴールド系。エクセル、ディープロ、コフレドールです。はい、そしてパープル系、こっちいきます。コフレドール、ケイト、エチュードハウスです。これちょっと量が多くて白っぽいですけど、こんな感じ。はい、商品別いきます。向かって右側からですね、コフレドールのグリーン、パープル、オレンジ、ピンク、はい、で、この3つが D プログラムのグリーン、これからベージュ、ちょっと黄色っぽいです。そしてピンクですね。コントロールカラーとして使えるのはコフレドールだと思います。で、Dプログラムは
CC クリームとしても使えますよという形で販売してましたので、これでもうメイクアップベースとして使えるような感じですね。はい、だいぶこう何やろ、こうカバー力がある感じです。うん、でこのディープロのベージュ、黄色っぽいんですけど、これはもうかなり全体に伸ばすと黄色く見えるので、お顔全体が赤ら顔の方とかに向いてるかと思います。はい、このピンクはかなり白くなりますのでちょっと注意ですね。うん、でこのグリーンもこの黄色と同じような効果があるんですけれども、こちらの方が若干赤に対して、赤みに対してカバー力は強いんですけれども、白寄りのグリーンなので、あまりそうですね、赤をカバーするっていう効果は高くないですね。どっちかっていうと白くトーンアップすると思います。はいはい、次にですね、これ見た感じほぼ一緒に見えるかと思うんですけれども、この下がエチュードハウスのフィックス&フィックスプライマーっていうコントロールカラーで、まあ、トーンアップを目的として販売してるやつですね。で色味が下からローズ、ラベンダー、ミントっていう商品名です。はい、そしてこの上がケイトです。ケイトのスキンカラーコントロールベース、ピンク、ラベンダー、グリーンっていう商品名ですね。出方がね、ほぼ一緒です。うん、ちょっとこれもね、白くなると思いますので、トーンアップ&、色味補正っていう形になりますね。ちょっと色黒さんとか私たちの年代には向いてないと思いますね。うん、伸ばしてみましょう。一緒ですね、ほぼね、こんな感じです。だいぶ白くなると思うな。はい、はい、でこれがエクセルのグロールミナイザー UV っていうコントロールカラーですね。まあ、化粧下地として売ってるんですけれども、かなり細かいパールが入っていて、他と違うのはちょっとパールが入ってかなりそのツヤ感を出してくれるっていう商品だと思います。はい、これはそんなに白くはならないと思います。ある程度色味で補正してくれる効果もありますし、ツヤも出るし、透明感は、はい、出るかと思います。でですね、私今日半眼ずつ、こっちがこのブルーをつけてます。でこっちがこのピンクをつけてます。どうですか？なんかね、肉眼で見るとやっぱりこのブルーの方が若干白くね、浮いてるように見えるんですよね。ピンクの方が馴染んでるようには見えます。うん、こんな感じ。ただこの顔だけ見ると透明感というかね、ツヤがこう出てる気がします。うん、ブルーって今回ねこのエクセルだけだったんですよね。他グリーンなんですけど、デパコスのメーカーさんとかでもブルーはあるんですけれども、こんなに綺麗な透明感出るのはあんまりないかもしれないです。結構白くなったり青白くなったりするのが多いんですよね、全体で塗ると。うん、これは、うん、優秀かもしれません。私の中でやっぱり私たちの年代で、まあ、コントロールカラーとして使えるのはこのエクセルかコフレドールだと思います。はい、色として使えるのはね、どちらかだと思います。でコントロールカラーでトーンアップとか、コントロールカラーで白くなってしまうっていうのはちょっと私は違うかなと思うんですね。色味を補正するものであってほしいので、黄みをカバーしたり
もともとあるお肌の黄みをカバーしたり、赤みをカバーしたり、透明感を出したり、顔色を良くしたりするっていうのが、そもそものコントロールカラーの目的と効果だと思ってますので、はい。ちなみにそれぞれの SPF と PA の数値言っておきますね。はい、Excel はこういうパッケージで、SPF が28の PA3+です。お値段が1870円税込みです。はい、で、ケイトが、これね、お色味によって SPF 値と PA の数値が若干違うんですね。だいたい SPF18 から20はあります。で、PA もほぼ、2+ですね。一つだけ1+があるんですけれども、そんな感じです。で、料金が、1650円税込みです。はい。そして D プログラムはこういう感じのパッケージで、薬用 CC ベースって書いてますね。はい、これが SPF20 の PA3+ですね。税込みで2750円です。はい、こちらが、エチュードハウスのトーンアッププライマーです。これは SPF33 の PA2+です。税込みで1485円ですね。はい。で、最後、コフレドール、こんなパッケージです。でこちらも、お色によって SPF の数値が違いますが、SPF15 から20で、PA の数値はすべて1+です。はい。という風になってまして、料金が税込みで3080円ですね。コフレドールが一番高いかな。はい。っていう感じでした。ちょっと量が多くて、わちゃわちゃになってしまいましたけれども。スウォッチと色味の紹介はこれぐらいにしておきます。まあ実際にまたちょっとずつ動画で使っていきたいと思いますので、はい、また楽しみにしていてください。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。またお願いいたします。